カナダ出身のピットファイター。極度のドーピングと常識外れの鍛錬によって究極の肉体を手に入れた男、そしてハンマ裕次郎の息子でありバキの腹違いの兄である。アナボリックステロイ、なんと卑怯な男とでも言うつもりかい。ジャック、決勝戦を辞退するんだ。薬が切れた今なら俺に勝てるとでも思うかい。両手ならナチュラルな俺に負けるはずはないとでも思うかい。試合で確実に死ぬ。嘘じゃない。君の体はもうボロボロに崩壊しているんだ。今なら助かる、ジャック。思い切り戦ってきな。地上最高の兄弟喧嘩だ。兄さん、最後の技です。この技を最後に俺倒れます。その時あなたが立っていたならあなたの勝ちだ。お前がチャンピオンだ。